パリオリンピック、五輪、体操、30日、日本時間31日、女子団体総合決勝、ベルシーアリーナ、写真、渾身のコミカルポーズを決める4人女子団体総合は、前半2種目を終え79.565.8チーム中最下位で折り返した。団体決勝はキシリナ、岡村真、中村遥か、牛奥小羽の4人で臨んでいる。 モナコでの直前合宿中に首相でエースの宮田翔子に飲酒と喫煙問題が起き、代表を辞退。ライバル国は5人の中で、日本は1人少ない戦いとなっている。第一種目の平均台で岡村が13.700点、岸が13.466点をマーク。中村は一度の転落があり12.800点。合計は39.966点にとどまり、 8チーム中最下位スタートとなった。第2種目の床は、中村が13.233点、岡村が12.933点、岸が13.433点を記録し、合計は39.599点だった。米国が前半2種目を終え87.432点の1。日本はメダル圏内まで3.901点差。